今週も始まりました、ケイコの恋愛セラピー。イエーイ。豊橋向山婚活結婚相談アクアマーストより市原恵子です。まえさん大変お久しぶり。はい、お久しぶりです。もう会いたかったです。もう私本当に、はい、あの春とても忙しいんですよ、うん、婚活業界。そうなんですね。あ、なんか暖かくなってきたな、ちょっと今年こそ結婚したいな、婚活始めようっていう人がね、すごい増える時期ですので、うんうん、はい、はい、また今週から頑張って通います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、はい、春らしく今から始めようという方に、あの今日はいいメッセージをお届けいたします。はい、お願いします。はい、婚活プロフィール、男性受けする写真とは。はい、お写真はプロフィールで一番大事。確かにこう最初の印象は写真で見ますもんね。ですよね。はい、特に男性さんの場合、うん、視覚から入ってくるイメージがもう8割ぐらいと言われてますよね、皆さんね、はい、なのでお写真はプロフィールの中でも一番大事です。ちょっとプロフィールはどんなものか、はい、これは結婚相談所私どもでの、まあ、がっつりとする場合のプロフィールがこんな感じですね。やっぱり男性さんはここら辺を見てしまいますよね、お写真をね。これはあのサンプルなんですけども、はい、そこでこちらの男性スタッフさんからなんか質問を、ね、はい、お願いします、はい。今の多分カメラとかスマホで撮る方が多いと思うんですけど、うんうん、そういったの自撮りとかを使ってアイコンにする、アイコンというかプロフィールにするのってどうですか、うんうん、写真でいいのかって。そうです。あのご質問は、スマホとかで自撮りをした写真をプロフィールに載せていいかってことですよね。そうですね。婚活アプリとか、そういう場合は全然問題はないと思います。多分そういう写真がほとんどですよね。ほとんどですね。ただ結構目を大きくしたり、うんうん、可愛くなってたりとか、それはそれで結構就職、あの、修正が、ね、修正ができちゃいますよね、はい、なんであんまりしすぎないことがいいかなと思います。しかしながらその自撮りの中でが並んでいる中でも、うん、きちんとした写真があったら、あら、この人ちゃんとしてるなっていう感じが出ますよね、うん、なので良すぎて悪いことはないと思います、うん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 、ということで今日は最高にいい写真とはどういうものかというのを一回説明しますので、はい、ぜひあのそのポイントは使っていただければと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっとプロフィールに戻っていただいて、はい、はい、お写真ね、ここの写真は大事です、うん、はい。で、写真のインパクトはやっぱり大きいんですよ。いろいろ書き方がありますけども。で、この内容についてはまたあの後日説明させていただきますね。はい、わかりました。はい。写真を頑張るべき理由。視覚のインパクトは大きい。うん。ずらっとライバル同士の写真が並んじゃいますよね。そうですね。うん、うん、うん。本気度、真剣度が見られている。うん、うん。はい。スナップ写真か、だからこうやって自撮りで、うんうん、まあ、自撮りの中でも多分いい悪いは並ぶと思い、あると思いますけども、あとはきちんとした写真かっていうのが分かってしまうと思います、はい、ちょっと次のページへ見てください。これはですね、昨日の夜私があのうちの結婚相談所で、登録されている方なのでほとんどは見せられないんですけども、はい、本当に調べた20代の愛知県の女性さん の、 あの情報検索結果です。写真がある20代の愛知県の女子さん、なんと299人も今活動されてる。すごい、すごいですね、はい、写真、多いですね。そう、写真を全く非公開っていう方もいらっしゃるんですけど、うん、そうす、それまで入れると321人ですね、うんうん、で、やっぱり写真が大事なので、とりあえず写真が載せてある人だけを昨日ちょっと見てみたんですが、うんうん、こんな感じで、今みたいな感じで、はい、うん、ずらずらずらと並ぶんですよ。わかります？はい。で、多分婚活アプリでもそんな感じですよね。写真がこう出るんですよね。そう、出ると思います、ね、で、ずらずらと出ますから、うんうんうん、パッと見やっぱり写真から行くわけですね、うん、なので
本当に写真は大事です。なんかここで疑問に思うのは、はい、こう写真付きの人とそうじゃない人ってなんでそうなってしまうんですかね。どうしても例えばですね、舞、うんうん、ちゃんのように地元でちょっとしたあの有名人さんとか、そうすると写真を公開、まあ、公開といってもこの中だけの公開ですけど、写真はどうしても出したくないっていう方もいらっしゃると思います、うんうんうん、そういう方は結婚相談所の場合は、はい、自分が申し込んだ相手にだけピコンとこう写真が出るんですよ。おー、なるほど、すごい機能ですね。ぜひどうぞ参考にします、はい、なのでそれはそれで安心ですよね、うんうん、安心です、ね、でもどっちにしてもお相手の方も写真を見て結局決めるじゃないですか、はい、だからやっぱり写真は大事なんです。ここにの、うんうんうん、乗ろうが乗る前が写真は大事だと思います、うんうん、わかりましたインパクト大きいですもんね、はい、大きいですよね。はい、では次のポイントいきます。はい、でこういう写真はダメ、あなたの好きな服ではなく、うん、婚活服を選ぼう、うん、ワンピースやフレアスカートがまあ王道です、うんうんうん、間違いないということですね、はい、例えば私はあの山ガールでいつもあのジーパンとかそういうのが好きだわ、アウトドアの感じの服装が好きっていう、うんうん、それがいきなり一番に出てたら、うん、それだけでハイピッピって言っちゃう場合もありますよね。はい、はい、そうですね、うん、なので一応誰にでも万人受けするものをつけておく方がいいかなと思います、うん、で、うん、男性さんに人気なものはやはり白、うん、青とか、はい、清潔感のあるもの、あとですね、首筋とウエストが重要、あ、首筋は見えたものがいいです、はい、うん、こういうタートルネックは良くないね、うん、ちゃんとここもなんか第二の顔って言いますもんね。さすが、そうです、はい、素敵なので首筋が見える方がいいですし、うん、ウエストラインがこう多少出るお洋服の方がこうズドーンっていうのよりウエストラインがあるお洋服の方が男性に人気です、うんうん、でここで強いイメージのある色はあんまりおすすめできません、うん、真っ赤とか、はいはい、もう発色がいいものは、はい、ただ、うんうん、目立つは目立ちます、うんうんうん、ずらずら並んだ中で、なので、ね、若干ご自身にちょびっと自信がある方はいいかなと思いますなので1枚目に赤を持ってきておいて、はい、2枚目の写真で、うん、この子強いな、性格きつそうだなって赤を見るんだけど、あら、こっちの写真は柔らかそうだな、うん、それをつけておくと大丈夫じゃない？どっちが本物かが分かんないっていうか、どっちが本当の自分なんだろうってちょっと思いますよ ね、 思いますね。そしたらコメントでそういうところは補強するとか、あ、うん、あとどっちが分かんないから会ってみたいなって思わせるのも一つの方法ですよね。ということです、うん、でその2枚目、はい、3枚目きっと婚活のいろんなアプリも何枚かつけられますよね、写真ね。もうそうです、そうです、我々のもですね、そうです、ちゃんとした相談所も今全部で5枚つけられるんですよ。5枚、そんなに多いです。へえ、しかも自分でカジュアル写真って自分のスマホからアップできるんですよ。へえ、なので、はい、ここのカジュアル写真、そうです、見せ方に注意です。これ今人気で結構みんないろいろ載せるんですね、うん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 、女子だったらやっぱり外せないのはお料理ですよね。お料理のところ大事ですね、大事ですね。で肉じゃが、お魚、こう和食もいいですけども、うん、そういう時はやっぱり盛り付けの方法とか、ちょっと彩り、うん、どうしても茶色っぽくなっちゃうじゃないですか茶色多くなっちゃいますよね茶色美味しいですもん。そう、美味しいですよね、茶色ね、はい、なかなかいいこと、ね、はい、なのでやっぱり写真ちょっと映えするようなのは載せた方がいいかなと思います。うん、彩りよく、彩りよく、うんうんうん、はい、ではどんなお写真が結婚相談所ではいいのか、ちょっとささっとね、お見せします。ここはほら赤ダメって言ったけどいるじゃんと思いません？思いました、思いました、うん、だけども、うん、ね、ほら首筋がきちんと見えて、うんうん、ウエストラインもちゃんとあるし、うんうん、それこそカジュアル写真で
それこそこういう人こそジーンズとかでねちょっと載せておくと、はい、あカジュアルもいけるんだっていう感じになりますよね。なりますね、うん、なんかもう本当皆さん清楚な感じの服装が多いです ね、 ねこれでも皆さん本当に普通の方々です、うん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 、なのでこんな形で、ね、写真館も今いっぱいありますので、はい、まあ、私どももねこんな写真館がいいですよって紹介はしておりますけども、うん、写真館でこういう写真を一つ撮っておくのも、うん、婚活で役に立つとは思います、はい、はい、それでは最後にまとめですね、はい、これを意識して写真を撮ろう、個性はいらない、うんうん、先ほど言ったように幅広い層に受けるお写真をまず1枚目に載せておいて、はい、うん、2枚目とか3枚目で私こんな場面もできるよ、こんなこともできるよっていうところで載せておくのもいいかなと思います、ね、はい、はい、あとはまずは会ってみたいなと思わせる、うんうんうん、やっぱり男性さんはどうしても優しさとか癒しを家庭に求めますよね。いつもお仕事頑張っていますからもう癒されたいですよね。でも女性もまあ一緒は一緒ですけど、ね、一緒ですけれど、うん、はい、そんな感じやっぱり求めますよね、うん、男性さんもね、うんうんうん、はい、ということでいかがですかね写真のポイント、はい、いや写真のポイントだいぶ分かりました。でもその5枚の写真についてなんですけれど、うん、でどういうなんかお料理以外にどういうお写真が必要ですか。それはいい質問ですね、1枚目2枚目はこういうきちんとした私はちゃんと婚活やってます真面目写真を載せる、はい、あと 3,4,5 枚目は、うん、1枚はちょっと、うん、例えばですけど、まあ、スキーとか、うん、お友達となんかやっている、うん、若干スポーツ系とかあと吹奏楽の人だったらなんか楽器をやってるとか、うん、自分が写っている自分の趣味系の一つ、あ、はい、それから最近増えたのがもうめっきり増えたのが、うん、動物写真、動物写真、動物写真、え、自分と動物、自分の飼っている、いや、もうそこはね、動物だけでいいと思います。だってもう3枚すでに自分が乗ってますよね。そうですよね。あんまり5枚全部自分が乗ってると、どうどうですか？ちょっと主張しすぎてますよね、うんうん、はい。なので、多くて3枚でいいと思います。で、残りは、もし動物が僕は私は大丈夫だよっていう人は動物乗せてもいいと思います、うん、そしたらなんかあ今後もしかしたら動物一緒に飼えるかもしれないっていう、そう、そう思いますよね、思います、猫ちゃん乗せといて私動物なんでも大好きですと、うんうんうん、そこでちょっとグロテスク系は乗せない方がいいかもね、蛇とかのとこ、そうですね、爬虫類系はうち飼ってますけどねで5枚目は、うん、全体の色を見て、うん、全体の色味がうんと黄色とか赤とかそういうのが多ければ最後残った色を5色の中でこうちょっと緑が少ないなと思ったら今だったらこう緑の山を撮るとか桜を撮るとかそんな感じで全体の色も重要、あとはちょっと全体見て綺麗な感じにしておくといいかなと思います。あ、なるほど、もうこれは色のバランスも見ながら、あとはちょっと趣味を入れるね、旅行で撮ってきた写真ですと、できれば最近流行ってるのが、うん、その写真の説明もプロフィールにちょぴっと加えておくとより親切で会いたいなと思ってくれるかなと思います。スノボをやってきたよとか、例えば、そうですね、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、うん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 、家で咲いている桜ですとかね、あ例えばね、うん、そんな感じで、わかりました、はい、はい、ありがとうございましたもう今日も勉強になりました、よかったじゃあこれでね皆さん婚活また頑張っていただいて、はい、たくさん結婚カップルが生まれるといいなと思います、うん、はい、はい、それではけいこの恋愛セラピー、また来週。